構成主義は学習者たちがある対象について彼ら自身による理解を組み立てるような形で教育すべきであるあるいは学習者たちの中にすでに存在している概念を前提に授業を組み立てる必要があるという学習教授理論を指すここでの教師の役目は学習者がある対象範囲における事実や考えを見つけるのを手助けすることである従来の教育では 教師の役割は知識を学習者にコピーすることだった。従って学習者は教師から与えられるデータを疑わずにそのまま暗記することが求められていた。何を学ぶかは学校や教師が決めることであり、学習者は教師の指示通りに与えられるものを飲み込み続けていればよかった。社会の構成員が同質で多様性のない時代には、それこそ効率的な教育方法であり、 工員が同じ製品を大量に生産する工場では、まさにそういった品質で代わりの効く人材しか求められていなかった。しかし、現代のように多様化した社会では、学ぶ意味はそれぞれに違う。また、急速に変化し続ける社会では、教育機関を出た後も常に学び続けていかなければならない。その際、何を学ぶかは、自分で判断しなくてはならない。 従来の一世型の確一的な教育方法では、こうした現代にふさわしい人材を排出することは不可能であり、それが90年代から構成主義が主流になった理由である。従来は単語や文法を教師が一方的に説明し、学習者はそれを理解して暗記するのが教育であったが、例えば文法であれば、構成主義の立場からは以下のような手法が採用される。 また、練習においても、従来は、機械的にリピートしたり、穴埋め型の文系練習を繰り返すのが、中心だったが、例えば数字の学習であれば、フラッシュカードなどで練習するのは、限定的にして、あとは例えば、ユアホーナンバー、プリーズ、サンキュー、だけ教えて、クラスの電話番号リストを英語で作成させるのが、構成主義である。この場合、自分にとっての意味付けが重要なので、 電話する可能性の高い相手から番号を集めていく。こうした体験を通じて数字やホーンナンバーといった語彙を身につけるのは一見手間がかかるが定着率が高いので復習の手間が減少し長い目で見れば効率的である。ありがとうございます。